BIOS 割り込みルーチンとは、コンピュータ本体に組み込みで用意されたソフトウェアの一種である。BIOS プログラムの一部で、機械後の割り込み命令によって呼び出す、ハードウェアを直接扱うためのサービスルーチンが用意される。主にコンピュータを起動した、際のオペレーティングシステムを初期化、準備する段階で利用される、X86 系列の CPU を持つコンピュータで、 レジする。READ アテンプト。プッシュ ES 必要に応じて、レジスタチ対比。プッシュアックス。プッシュ BX。プッシュデラックス。m o v x 0 x 0 7 e 0パラメータセット。MOVES アックス。MOVR2。MOVAL1 MO。X は BXBX。MOVDL1。MO int13h プログラムから割り込み発生。p o p d ラ l ク x 必要に応じて対比したレジスタ値を復元。p o p b x p o p x p o p e s jcreadr フラグや戻り値を判定。利用。read ok.readr、OK、割り込みルーチンの割り当て、機能はコンピュータの機種ごとに異なる。 ありがとうございます。